はい、どうもエナジー福田です。今回アンタレス使ってたらちょっとねハンドルを巻いてる時にゴリ感シャリシャリみたいな砂じゃないとは思うんですけど違和感を感じてシマノの方に聞いたらマティオータで使ってたらそのプランクトンたちが内部にこびりついたりする時とかあと砂が中に入ってる場合があるそうで、対策方法として、水道水をこの辺にかけて3分間回す水道水をかけながら回すことによってそのシャリ感が取れるということでちょっとやってみたいと思います。事前にドラグはしっかり締めておいてください。やっていきます。このかけるときに、いろんな方向からかけてということでした。洗い終わりました。この後、ハンドルの方の水気はこうやってハンドル強く回すことによって水気を飛ばして、で本体の方はこれで水分が出てってるんでハンドルを回してハンドルのあたりの水を切って本体は振って水を切る、はい、あとは日陰で干しておいたら中までしっかり乾くんでこれでシャリ感が戻ったんで、シャリ感がなくなったんで、はい、これで使っていきたいと思います。はい、今回はアンタレスハンドルのシャリ感を取る方法でした。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。以上です。